目まぐるしく変化する世界経済と地球環境かつてない変化とスピードの時代に我々はどう向き合うのか時代を牽引する賢者にその答えを聞く「ターニングポイント賢者の選択。外資系企業が席巻する日本の医療機器市場に そその画像を崩そうとするあるあ国内メーカーカが現れた大阪に本拠を置く大研維クーデッククーデターバイテクノロジーというブランド名を掲げ独創的な製品をこれまで数多く開発してきた院内感染の防止患者の身体的負担の軽減最先端医療の現場の声を反映した製品は その多くが国内トップシェアを誇っているそして今世界へ大きく市場を広げようとしている大権益創業者山田充その経営戦略の全容に迫る「ターニングポイント賢者の選択」ナビゲーターの兼瀬誠一ですアシスタントの石田紗耶子ですまあ健康で長生きしたいこれは誰しもねみんな思ってることなんですけども、はい、やっぱり病気をしてしまうってことありますよね そんなとまにお世話になるのがお医者様とそれからお医者様が診断に使う医療機器だと思います。はい、まあこのの医療機器の世界もですね大変技術は日進月歩なんですねというわけで今回は独自技術による医療機器の開発で業績を伸ばしていますベンチャー企業にスポットを当てます、はい、それではゲストの方に登場していただきましょう。 大建意株式会社代表取締役会長山田充さんです。<あ>こんにちは。どうもありがとうございます。お忙しいところ、宮城課長。よろしくお願いいたします。いいちこちらへと。 どうもめましよろしくお願いしますよろししくお願いしますそれでは早速山田会長のプロフィールをご紹介いたします大建疫株式会社創業者の山田充会長は1932年大阪でお生まれになりました1951年堺工業高校を卒業後電電公社現在の NTT に入社1968年に 医療機器のベンチャー企業外見域を創業されました医療用吸引機などオリジナルな医療器具の開発販売で業績を飛躍的に伸ばしてきましたえちなみに最近プライベートの音楽スタジオを作られてドラムをされているそうですねいやすごいですねドラムスって結構力いるし大変でしょう、えー。あの左右、えー、両足、えー、違うわけですから、はい だけどやっぱりリズムっていうのは一番人間には必要だとしかもその快適なリズムそのことを維持するために老化現象をある程度食い止めたいとほどそういうことを含めましてお仕事にもつながってる感じがすね。というふうに言いたいんですよねまああの最初電電公社の方にお勤めになったということですけどもこれはどういう経緯で電電公社の方に実はですね私の親父が 小学校のしがない教師はしてたんですけども、えー、私は抜歯でしてね、はい、7人兄弟の、はい、したがって私が成人する頃に親父はもう退職をしておりまして<ー>収入源がないので実はアルバイトをしながらいろいろ大学受験に1回失敗しましてね、はい、で予備校に行きながら、はい、アルバイト先はたまたま。 今でいう現在の NTT で,、ねえー、ですね。はい、それでその定進試験あの結局アルバイトで行ってる時に、えー、中東ながらそういう採用試験がありまして、はい、でそれに何感じ知らないですけどやっぱりあの合格しましてね、で親父にそれを言ったら親父の方が。

えー、物品を調達するというですね、ええ、そういう仕事をずっとやっております仕入れてくるそうです、はい、で業者もそうですけども、うん、でそういうことを調達するといろいろ業者と知り合いますね、はい、でその中にいろいろありましたけどいずれにしてもねあのなんか電電工車というところは業務量よりか人間の方が多い。ええ <laughs> しかもその学歴社会一つはですね、はいうん、それから年功序列、うん、こういうことがございましてね、うん、私なんか中東でこういうことで大学受験失敗したために、はい、非常にそのやっぱり学歴社会では通用しないなるほどそこのところでかなりいつも疑問を感じておりましたけれども、うんうん、そのままずるずると15年半ぐらい はいえー、NTT におったんですね。でもしかし、はい、そういうお仕事をしながらまあ、はい、そういう不満がうっせきしつつ、あります。なんか新しいことをやろうというのでそのいきなりですね医療機器の会社をこう、えー、起業するっていうのはちょっと常識的にはね、<laughs> はい、もうそういう世界ってずいぶんおかしかったんですか。いやいやそれでですね、えーえー、NTT には歌舞伎館としてその精神病院っていうのが元気に二つありまして。 でたまたまその100万円以上するような高額な機械は私が調達たまたまやってましたんですね。<ー>でそれでその調達でやっぱりその原価計算から始まって、うん、例えばその適正価格で購入するのはどうしたらいいかと上司から言われてますからそういうことを一生懸命やりましたけども結果的には「いいね」が定価。でそれはそんなことをダメだって殺傷しても結局は。 ドクターがこういうことで書いてあげて、うん、これを買ってくれなかったら私は辞める転勤するそういうことを言われるのでこの医療機器というのは面白いなと思ってそれで出入りしている業者にいろいろ聞いていると消耗品ありいろいろありですね、うんえー、これはと夢がだんだん広がってきましてね、えー、でそれだったらということで決意し,したんですけども、えー、実際に電電工者によって実際実際それが実現するまで多かった5年ぐらいの 期間ししましたですねうそうでしょうね、ええ、慎重に準備もしなきゃいけないし、ええ、そういうことで、ええ、奥様にはですかずっと内緒にされてたんですかいやいやもう全然内緒ですね <laughs> <laughs> それで一人で立ち上げたんですね、ええ、全く一人と机一つ電話一台これでスタートしたんです だけどまあそういう機器の仕入れのね、はい、お仕事はなさってたとはいえですよ。はい、医療分野っていうのは全くのあの素人でいらっしゃったわけでしょ、はいで。そうですそうです。それは相当いろいろ大変な部分があったんです、ね。ええー、まあいろいろ業者の嫌がらせもございましたし、うん、えそれから一番の最たるのはですね、はい、え仕入れをまあやるわけですね。はい、仕入れ単価よりか納入単価の方が安い。 仕入れた値段より売る値段の方が安いってことは売れば売るほど損するわけですそういうことですね、えー、そういうところもかなり経験したと思いますねななんんででそううっちゃうんですか、えー、結局仕入れ親父売り番頭という名前があのいい<ん>関西にはあるんですが、ねええ、どういうことが言いましたら仕入れの方が大事だと売りよりか、うんええ、だから私は仕入れ先はなかったいうことですあ なるほどうう。ええ、人脈もなかったし、ええ、だから一般の問屋さんから買ったらどうしてもそれよりが病院の方が安く、うんうん、やったら損をするなるほどそうするとお仕事としてはもうすぐ壁にぶつかっちゃうわけですよね、えええー、それで1年足らずでぶち,かもうぶち当たりましたねまあいろんな意味でその限界を感じてらっしゃった時に大きな転機が訪れた、うんはい、それもお医者さんとの出会いだというお話を伺ったんですがどういうことがあったんですか、はい ある知り合いの方にその先生を紹介していただいて、それで医療機器をま PR に行ったんです。ところがどうもやっぱり私のそのこの底にはお医者さんと近くなりたいというその願望がありましたからね。でそれをさておいてですね、先生何か手伝うことはないかとかいろんなこと話してるうちに先生から一枚のこういう図面をいただいたんです。でその図面っていうのはですね。 一つの設備図面でして、えー、空気をどういうふうに循環させてどうにするかという、うん、で結局それはどういうことか言いますと NASA で使っているヘパフィルターといいまして特殊高性能フィルターって要するに空気を通過させて、ええ、人愛を何ミクロ以上は人愛をカットするとあもう綺麗な空気にするってことです、ね、そういうことすフィルターを使って空気を循環させると。はい なぜそんなことをやるんかなというふうに私も分かりませんからね,疑問ですねそうすると実はですねその先生はイギリスに研修に行かれて半年ぐらい行っておられたのかなあのイギリスではです、ね、リウマチ患者が非常に多いということで日本と同じように。 歩行困難な方が結構おられる。はい、そういう患者を歩行させるようにするっていうのを実際考えたのがイリスのチャンレイという博士なんですよ。あ,あ、そうなんですか。はい。ええ、でその方がその世界中のですね、うん、医者を集めて、それで手術室で自分の手技を見せるわけですね。はい、ところが周囲の方から出された呼吸とかなんとかいうことで患者に感染したわけですね。はあ。 それで非常に感染患者が増えたとで今お話ししてるのはですね例えば大腿骨を切断してここに人工の関節入れますから大腿骨なんてここ切ってしまえばね中は骨髄です骨髄っていうのは非常に神聖なっていうか生緻ですからうもう普通の細菌とかなんかがくるとすぐに感染するうですねそういうこと、えー、れ骨の中ですから結構感染したらなかなか20年ぐらいかかるとかいうこと で,そ,ういうことでそ,うそのきれいを空気にして、うんえー、ラミナーフローというんですかその草竜をねえー、えー、術屋にかけてそれで手術をするということをチャンレイ博士がやったということを、うん、アメリイギリスで見てきて、えー、じゃあそういうものが欲しいとそうですその図面っていうのはそういうことそういうことでまあ実はそ,のそういう空気清浄機だけやなくて。えー フィルターか何か全部そういう一応勉強したわけですところが山田さん実はこれは日本にはないんやからこれ実験するのにどうしたらいいか山田さん考えろと言ってですね私まあいやある大手の電気メーカーに頼んでそれでそのブースを買ってきましてねフィルターのそれで術屋の上に運びましてそこで手術を何年もやったんです。それで感染が しないということは分かってきて、それでえ厚生省にそういう手術室を作るんだっていう申請を2年がかりでやったんですね。それうまくいったわけです。それで結局的にはこう日本で第一号の厚生省の許可のそういうクリーンルームが最初にできたんですよ。クリーンルームって言いますよね。手術室のクリーンルームですね。ところが大手の電気メーカー実際私がそういうことで発売元でやりたいなと思ってる矢先にいやダメだ。 バックマージンでいいからそれしかできない代理店を通してやるとなったわけですそしたら先生が言いいかったわけですね二、えー、年越しでまあいろいろレイアウトしていろいろやって、うん、共同でやったのよね、うん、山田何やと相手が何だと、うん、大手だったってったかまわんから、えーうん、山田大研究おめでつれとなって作ったのが大丈夫です、えー、だから本当にベンチャーですよねえー、まさにベンチャー、えー、冒険してやったわけですよ、えー、ところがねその先生の心意気、うん そ,うそれからもし失敗したら、うん、とにかく私の首飛ぶでと冗談をおっしゃってましたがそのドクターのそのと人間関係これがやっぱり2年間であれやなかったなと思うね。うん、でそういうことで私ね非常にまあそういう意味でそのお医者さんの肝ったまま去ることながら、うんはい、自分としてはやっぱり人間関係というのはこんななにに大事かなといいううふうに思いましたね、うん、そしてさらに追い風となる出会いも終わりだったという。はい ボンンセメントと言いましてね、はい、その手術室で骨のセメント、はい、それは骨のセメントなんですけど、うん、大腿骨と上の皿をですね、うん、くっつけるわけですね体に。それでこれをつけるその皿をですね<ー>釘で打つわけにいきませんのでそれをそのレジン紙っていう、まあ、あのレジンという、うん、まあそういう樹脂系統の樹脂をね、はい、モノマとポリマで重合しましてね、うん、あそれで。 ある程度これ固くなる十五して固まる前に、中へ充填するわけですね。で、その、そういうことで接合していくということを。うん、あの、お前山田やれと、で、これ外国製品があるけど、えー、お前とこで研究所って私。全然白紙たまた、お医者さんから宿題をもらった、それはものたんです。その代わり、お前は、えー、とにかく、この病院の手術室を立ち会いしろと。で、僕、結局ね、20... 20ぐらいい立ちししましたねうどういう時間帯にどういうタイミングでこれを充填したらいいかということでやりましたでその時にですねこう面白いから術庵のとこにのぞいてねこう見てたんですけどねたまたま私の滅菌したこの術医が積んでおるガーゼにもうそれだけでそのガーゼこのぐらい積んでたと思いますが全部捨てたんです医者は。以上 それ何でかの要すするに感染防止です、うんえー、そのららい慎重にやらなきゃそこで初めてね、うんえー、院内感染とかその感染ということに関してね、うん、インフェクションということにしてものすごく、えー、関心を持ちましてね<ー>これはやっぱりその感染をなんとか防止できるような関連した商品化を図りたいなということで、えーえー、こ非常にこれが僕のやっぱり。 商売のきっかけというか、もう一番のきっかけだったし、すべての面で変わりましたね。うん、さて、この番組ではですね、ゲストの皆さんに、はい、賢者の数字という、はい、まあ、経営の指針。と、のですね、何、はい、かこう意味のある数字を書いていただいてるんですが。はい、ぜひお願いしたいと思いますけど。ええ、お願いします。えー、一応考えてきましたので。はい。はい あ、じゃああちらのカメラにちょっと持って見せていただきます。一、はい、の事情ですね。一の事情って、一、はい、一の事情です。ええ、ひたすらオンリーワンをつく貫く。ええ、して、はい、同時にやっぱりナンバーンを目指してひたすら歩んでいくと。うん、あ、両方の位置を狙うと。そうです。それ。ものすごい欲張りです、ね。あ <laughs> それ、ね、<laughs> はオンリーワン行くか <laughs> ナンバーワン行くかそういう感じで選択するんですけどももう一度は今その路線でやっぱり頑張ってっるそうですねやっぱりナンバーワンになりたいですねかつオンリーワンにもない、ええ、もうモノマネはしない、うん、オリジナリティのある商品を作る独創的な発想で次々と新しい医療機器を世に送り出す大研一 その創業者山田光が推し進めるさらなる成長戦略とはターニンングポイント賢者の選択今回は医療機器の開発製造販売を手掛けるメディカル産業界のリーディングカンパニー大健機株式会社代表取締役会長山田光さんをお招きしています。 まあ、しかし、医療機器の分野で起業されるってなると。コンサルティングなんかと違って、初期投資もかかるでしょうし、いろいろお金がかかると思うんですが、その辺の。その資金というのは、どういうふうにされたんですか。はい、支払い手形をですね。ねえ非常に伸ばしていただく。ああ。えしかも。えー、保証金は。積立形式にしていただく。えー、ああ。ということで。ええ。売り上って。 回収して現金化した商品で結果的には支払うというようなことを一つはやりました、うんはあえー、まあ相手の方もじゃあそれでいいよという話だったんですかいやいやもう何回も話しまして説得してやっていただいたいうことは一つですそれからもう一つはやはりそれでもその資金繰りが非常にしんどかったですから、うん、え大阪のある信用金庫の方にしょっちゅう行ってましてね、うん、もう毎月月末はですね えこう裏口の木戸から入りましてねそれでえ極端に言いましたらえゆず手形を中に挟み込んで今日は上から何枚目のところに置いたら見つからんかなといや極端に言いましたらそのぐらいのところまでやりましたねはいそういうご苦労があってねい。本当に今の成功っていうのは終わりだと思うんですけどもね。今ねあれだけどあのご苦労とおっしゃいましたけどね これは私ないですね。あ,あ、そうなんですか。はい、私はね、今まで苦労したとか後悔したとか、うん、案外そういうことはね、要するに論議にできているんです。<laughs> まあ、それがいい方へ転がってきたから、いいですよね。それともう一つやっぱり企業というと人材ですよね。うんはい、誰でもいいってわけにいかないですね、このお仕事。そうですね。どういうふうにされたんですか。はい、メディカルですから、うん、メディカルメディカルに関係のある方、え、はい、例えばまあ中東でもいいんですけど。 お父さんととかかその兄貴なんだかお医者さんですが自分は残念ながらなれなかったとかねそういう方は当社に入ってそれで医者と共同開発したらどうだとか何かいいことをうまく言いましてねそれでそういう方をなるべく取るように頑張りましたですね。それでやっぱり優秀な人材って集まったたとますははいい まあしかしそういう人材を集めながらその業界としての状況というのはあったと思うんですけども、はい、この医療機器の業界っていうのはどうなんでしょうかんかったんでしょうかね私がこの業界に入りました時はそうですね診断ですとかね、はい、分析とかレントゲンこれは確かに日本の大手の会社がやってました。えー、でそれ以外のこととについてはほとんどね 治療関係についてはほとんど日本製はなかったですねでそれが現在もそうですねあそんなに変わってないんですか、うん、変わってません、えー、でそれはどこに起因してるのかなということになるんですけどね、えー、結局やっぱりあの日本には根本的には臨床医はたくさんおるけど研究医はいてないこれがやっぱ大きいです、えー、それからもう一つは 大学のレクチャーに医療機器ていうのはないですよね薬ありますけど言われてみればそうですねそういう学部もないですね、ええうん、だからそういう面ではやっぱり医療機器というのはちょっと特殊なもので、うん、っていうことでしょう、えええー、ですからそういうことで勢いその臨床医がですね自費、うん、で海外研修に行くと西洋医学を勉強に行くとあなるほどところはですね やっぱりそれにはスポンサーがつくんですよね自費といいましてもね、はいええ、そうするとそのスポンサーが「どうぞ行ってください」って言った裏側はその向こうで研修した時に使った医療機器を私は家にも、うん、あなるほどこう導入するとそ,<ー>そういうことの連続が結局、ええええ いまだに、うんえー、その治療に関するとかあらゆる肝心なところでは全部あれなんです、うん、特に外科領域なんかほとんど95%ですねいまだにじゃあその辺はやっぱりちょっとこう風穴を開けてえ<っ>国産のいい技術ももうあるわけですからね、えー、本来ならねおっしゃる通りですよ、えーうん、日本人が得手とするのは精密機器とかねそういうデバイスとか、えー、それから例えば えー、微細加工とか、うん、そういうことが本当は日本人としては得テとしてるんですよね<ー>それが結局全部アメリカとかヨーロッパに全部取られてる、うんうん、残念ながら現状は今でもそうですね、うん、大阪泉市にある商品開発研究所新製品の企画開発には医療現場で何が求められているかそのニーズを的確にマーケティングすることが求められる。 マーケティングということで資料の収集というふうに考えられがちなんですけれどもどちらかといいますと実際にものを見てですね触って感じてでその中であの医療従事者の方々から意見を伺ってですね実際にあの何が大切かということをですねいろいろ学びながらですねマーケティングを行っていくというふうな手法を取っていますこの部分が非常にに大切だという,ふうに思います商品開発研究所に隣接する泉アセンブリーセンター。 のの製品の9割以上がここで生産されている特にあの、ま、人の命を預かる、ま、人の命に直結する危、えー、機器なものですからやはり一般の商品と違って一番重要なのは、ま、その品質をしっかり確保することなんですで、ま、その品質に関しては、ま、リスクマネジメントですねいわゆるリスクをですね洗い出して、ま、そのリスクに対して、ま、どんな場合が想定されるかでその場合にはどういうリスク管理をするか こういったところは非常に重要なファクターでしてそこに非常に力を入れて品質を確保しているというところになります今大検域で製造しているです、ね、あの医療機器っていうのが、まあ、自分が思ってる以上にです、ね、ものすごいこう身近な存在であるっていうことに最近気がついたんですね。この製品を使って 世の中でこう病気で苦しんでる人たちが本当にこう早く回復するであるとかあとまあ安心できるですねまあそういう気持ちのこもった医療機器をやっぱり皆さんに提供してい,ただ提供していけたらなというふうには考えていますどうしても人の命を救いたいですとかあるいはその世の中から痛みをなくしたいですとかそういったですね社会貢献に対する強い思い あるいは理念そういったです、ね、経営者の思いをです、ね、あの従業員全員が100%理解してそして100%実践するというようなベクトルが一致していないとそもそもその成立しない医療機器というのはそういう業界だと思いますね開発秘話は相当終わりな感じがするんですが <laughs> どの辺りからさせていただきましょう <laughs> あの一つはですね、はい えー、シリンジェクターという商品があるんですけども、はい、これは人間の体の中に、はいえー、例えば手術する時に、えー、例えば血液を凝固させないとか、うん、いろいろな6種類ぐらいの薬を、ねはい、注入するために、はいえー、機械にセットして、まあ、注入体を入れるんですけど、はい、その、えー、ポンプなんですけどね そのポンプを作るその日はなんですけどね。えー、これ、実は文系の人が考えたんですね。えー、どういう。はい、えー。それでですね。イ、えー、スポーザブル使い捨てのシリンジございますね。はい。プラスチックでできた。はい、今だ。もう、今そればかりはガラスじゃないですもんね。注射器、注射器で、ね、注射器です。注射器ですはい。それをね、どうしたら作戦を引っ張れるかいうことをやってる時に。はい、たまたま。この。吸い込む、この。 注射器のここのところ手で持ってやってるうちにこう引っ張ったら引っ張り込めるとところが,の部分が手で作れるとということを彼は発そしたらポンと離したらポンと、ええ、帰るという針が付いてる部分のところを押さえて、ええ、針なしで、ね、こうやって引っ張ると中真空になると真空になってそれ離すともたいたい、はい、でそれを何回もやってもその真空の状態に結構空気が入らなくてリークしなくて何回でもこうなるということで、はい。ととではあはあ 要するに電気とかそういう駆動源を全然使わなくて中の薬液を押していくというへえんかコロンブスの卵ってい感じがしますよね <laughs> そうですね、うん、でそれをやったことで今まではですね世界はバロンジェクターといいまして、はい、風船の中に薬液を入れてそれが縮まるあれでど入れてたああなるほど、はいうん、ところが 世界で初めてシリンジでそういう、うんえー、駆動源なしで駆動源なしよりか電気からなんかそういうものに努力がなくて中注入できるといういそうですそうです<ー>そうしますと患者は固定されないから自由に歩ける、うん、今よくご存知だと思いますけど病院内歩いてたらこういうイルリアートルというあれに。 こうなんか薬るべきつこう歩いてる患者さんもですねあれももうすぐしばらくじゃ、はい、なくなると思いますよ弊社員がそうですそうです<ー>というそれはすごいですね<職> <laughs> ということなんですねその他どうでしょうそれでねそれ以外でしたらまあるんですねこれは何か言いますと<ー>例えばここを全壊しましてね <laughs> <ー>でこの中の えー、例えばがんの手術にしましても何にしましてもここのものをとにかく除去するときに大きく開けますね、はい、そうすると中で血液もあふれます、はい、それから、えー、いろんな排液が出てきます<ー>それをですね従来はガラス瓶に入れところが今はそうじゃなくてこういうプラスチックのボトルに入れましてね<ー>そういう排液排血 それを処理するところがね、うん、一番初め申し上げましたように院内感染ということは非常に怖いですから、はい、それをですねあの一時テレビで流行りましたけど「固めるテンプル」っていうな、はい、油を、はい、ありましたねした、えー、そのヒントでね、えー、えのその排液排血を固めてしまうと、えー、でそれを固める樹脂をね、うん、中で開けなくて中で内臓しといて樹脂で固める、えー、そしてそれうち 廃処理を焼却できるって、はあ、ということをやったのがフィットフィックスなんですが、うん、人間の血液とかそういうことはなかなか病院でもらえないので私、はあ、が社考えたのが、えー、その今の食品の何、えええー、とかいうふうで加工してる工場の、はい、そうです血液を頂い,いてですね、ええ、でそれを使ってどうしたら凝固できるか。 の比率でそういうい樹脂凝固剤を入れたそんなことをするために、まあ、大検疫入った研究員は必ずそこのそういう加工所行って、ええ、それで血液をもらって帰ってくるということが始めりましたし。仕事になってるだけど今お話伺ってると企業のあるべき姿っていいますかね、はい、社会的な使命っていうものも、はいはい、私は感じられたんじゃないかと思うんですがそのあたりはどうですかです、ねはい、最近に、ね、私いろいろろ見てて 社会貢献っていうねそういう言葉が割と薄れてるんじゃないかと気迫になってるんちゃうかなって企業としてというふうに思います。でそれでねやっぱり私どもはもうとにかく病院っていうのは一番こう社会貢献それからもっと言いましたら使命っていうんでしょうか、はい、そういうことが分かりやすい。そそうでですねれ 特にね私、社員の人に全,全社員にいつも言ってますし今年もそういうことを言ってるんですがとにかく病院にまず行きなさい、はい、で病,病院へ行けばね難病、気病なんかで苦しんでおられる方がものすごく多いでそういう方に肩を目の当たりにすることでねこの人たちを治してあげるとで自分たちと。 ドクターと協力してやっぱり医療機器も絶対大事な分野ですしこの患者をいちいちも早く1時間でも早く社会復帰していただくそのため我々には大きな使命としてそれがあるわけですからそれが分かりやすい社会貢献につながっていくだろうというふうに思ってるんですねそうやっていろいろ新しいものを作られてきた開発改良されてきた現在今取り組まれてるものっていうのは具体的にどういうのがあるんですか 死亡率で一番高いしかもどうだというのはやはり三大病気と言われています、はい、でもご存知と思いますがねあえて言いますとがんですね、うん、それから心臓,心臓それからもう一つは脳、い、この3つですねでいずれもですねこれを治療するとなると全部外科的な措置が必要になってきますその外科的な措置は私どもまだ今までやってないんですね、うん、しかも先ほど言いましたように95%近くはト近くは 外国製品です、ね。はい、これは日本をほっとく手はないなというのが私のあれで持論です。それで、えー、まずですね、その市場を見てみるということで、えー、ずっといろいろこう見ましたらね、低深収治療という非常に難しい言い方ですけど、深と、はあええ、いうのは犯すという意味です。はあ、で、収というのは襲うという意味ですね。ね、ええ、なんか怖いですね。<laughs> <laughs> い,やいやいや、どういうことが言いますたか外、ねええ、下川 傷を人間に傷を与えるわけですがやっぱり真摯なんですよ。はいはい、だけど手,手がついてるわけですから、うんうんまあ、多少は仕方がないと多少は仕方ないだ、はい、なるべく少なく傷とかそういうことを小さくして、うん、それで手術をすると同時にやることが結局は治療を早めて、はい、結果的にはやっぱり社会復帰早くできるということでですね、はい この今その低侵襲治療ということに今一生懸命マーケティングも含め開発のどういうふうにやろうということを今一生懸命スタディーしているサーチなです新たな市場開拓に乗り出そうとする山田その未来戦略とはさてここで山田さんにはですねこの番組で恒例になっております未来戦略のキーワードというのをぜひお書き頂きたいんですが、はい、よろしくお願いします。 じゃあちょっとあちらのカメラに見せていただけますか。これは先ほどお話のあったことですね。はい。はいえー、あのー、これから時代はどんどんスピードで変わっていくと思いますね。うん、でましてその外科領域でですね、はい、日本ではほとんどこの機器の開発はできてないですけども、この低侵襲もどっちか言いましたらこの治療も骨生症も、うん。 結局積極的にこれを推進していくということを言っておりますし、はい、私は思う世界もそうですしこれをやることでその三大疾病の、えー、えこのあれをやはり未然に防止じゃないですけど、うん、やっぱり治療するしかも患者に負担を与えない、はい、そういうことではやっぱりこれは将来の未来に対するキーワードかなという。 まあなるべく体にはメスを入れない形でそうですね病気を治療していく、ね、ということですよねうす。予防医学もありますけど、えー、やっぱりそ,それだけじゃダメです。うんうん、なったものはなるべく早く、えー、発見して同時に除去を早くする。うん、しかも非常に規模小さな実践。なるほどね。さて、えー、まあ国内のマーケットはありますけども、はい、そこまで来られたらありがとうございます。はい 世界進出というのも当然あの視野に入ってくるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか、はい、日本とですね、ええ、今の西洋の医療西洋医学の医療との、はい、私は現在でも10年以上のギャップがあるなと思います、うん、えかなり日本のが遅れてます,そうです、ね、これ日本の先生方には申し訳ないですけどねやっぱり研究員もおられないし、はいええ、そういう面ではかなりギャップがある、うん、でそこでね、ええ、え我々医療機器メーカーもやはり 若い人をです、ねうん、まあ、えー、私ももともと会社を上場さすのもやっぱり若い人材を取りたいということでやったわけですから、はい、そういう若い人材,人材をずしゅし、まあ、欧米にね、うん、派遣していく、えー、そしてその医療行為、うん、医療技術そのものもある程度一生懸命勉強してくるそしてそれで持ち帰って日本でやっぱり開発に向けていくというようなことをやらないと。 いこれらやったらですねなんか私この業界に入った意味がないなというふうふに思いますね、うん、でいずれは日本発信そして日本から世界へ出していくというぐらいの力を持ちたいということですよね。さて番組の方時間がだいぶなくなってきたんですけども、はい、最後にですねご覧の皆さんに、はい、やっぱりベンチャービジネスとしてスタートされて。 ここまで来られたわけですから、はい、やっぱりそういうことを志している方に何かこうメッセージをいただければと思うんですけど。私はね、はい、そういうふうに聞かれたらやはり地鳴りと言いたいです、ね。地鳴りを覚えるっていうんでしょうか。地鳴りってあの地面がそうです。地震の前震です人間というのは苦境に立ったときに、うんはい、そのプラス思考のエネルギー。うん こんなものを駆使しましてねその苦境に立ってるところを越えていく、うんうん、その時にねそういうその強い勇気、うん、意志こんなものがねやはりその足元からふつふつと是非ねそういう意味ではそのこれから起業される方は勇気を持って、うん、えー やっぱりどう言うんでしょう。そのプラス思考というのはいいですね。こういう不況の時代だからこそ余計必要ですね。はい、もう本当にこういう時こそ本当にプラス思考で余計にやっていただく。私なんかマイナス思考でないですもん。<laughs> いやそういうことはそうじゃなくてね、ええええ。実際にはあの本当にプラス思考でやりたいなといまだにも願望としてはそう思います、ね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 i have the last time.